こんにちは、トコチャンネルです。今日は販売用試作品パート4の続きをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、続きをして言ってたんですけど、録画が押されてませんでした。すいません。まずペーパーはもう貼ってました。で、さっきこれをつけて、このハンコをして、で、これを貼り付けてレースつけたって説明したんですけど、撮ってませんでした。で、他ので やろうと思ったら他のもう作っちゃってて、手順が言えないです。だから、簡単に言ってきますと、これ、バーバの折り紙チャンネル様の、手のひらサイズの封筒というのを、まあ前も使わさせてもらったんですけど、それを参考に作ってます。で貼り付けるときに、この両側、よいしょ、両側をね、こうやってちょっと、1センチぐらいかな。こういうふうに。1センチもうちょっとかな浮くように。ここにね、両面テープ、縦に2つ貼って、で、つけました。そうするとね、こう、引っ張った時に、ここが浮くんですよ。ここが、ここが。それで取り出ししやすいというふうに工夫をしました。このね、端に貼っちゃうと、ここがビタってなると、こう、なんか押さえると、こういうふうに、全然取り出しにくいんですね。こういうふうに。なので、横をね、開けることによって、こう開閉できるという形で、3つとも、こういうふうにね、貼り付けました。だから、こういうね、四角いものをピタッと貼るときは、ちょっとこう、インにして、インに貼ってね、両脇浮かすようにすると、いいと思います。この後もね、まだポケットつけるとこがあるんで、その時もそういう風にしていこうと思ってるっていうかしています。で、これは、もう説明しちゃったのがもうないんで、簡単に言うと、縦が5センチ、横が約13センチ。なので、両脇に1センチのマチ、下にも1センチのマチで、15と6センチにして、で、そこはまあいいとして、横片方だけ折って、本当は13センチじゃなくて、ちょっと短いんですよ、本当は。12.8 ぐらいなんで、ここ折った時に、ここ合わせるように、線を引いて、折って、幅調整してます。はい、で、それをしたら、で、この四隅ね、マチは全部両面テープで留めました。で、あとはスタンプ。シールにしようかスタンプにしようか悩んだんですけど、コスト的なもので、シールだとね、やっぱり、だんだん単価が上がっていっちゃうんで、まあ、スタンプで済むところはスタンプで済ませてます。で、レースで飾りたかったんで、レースで飾って貼りました。で、こういうふうに二段ポケット。足までちゃんとくっついてない。二段ポケットにしてあります。よいしょ。しっかり両足くっつけてます。ということで、こちらのページ、簡単です。すいません、作ってる作業じゃないんですけど、簡単に言葉だけで終わっちゃいましたけども、以上になります。こちらのページが できまして、続きまして、こっちとこっちのページ作っていきたいと思います。こっちとこっちのページなんですけども、こっちは縦ポケット。で、こっちは、低めの横ポケットに帯をつけたページにしていきたいと思います。で、こっち。ね、最初、ここね、ポケットつけたときは、1枚貼って、別ペーパーをここにね、貼るっていう方法にしたんですけど、こっちは縦ポケットも、この低いポケットも、1枚のね、紙を使って作っていきたいと思います。なので、まずこっちの縦ポケットになるサイズなんですけども、6センチの、まあ、ここが18なんで18。ということで、作る紙は、横20センチの横じゃこうか。横7センチの縦20センチ。で、のりしろに両面テープ貼って、マチをね、角落として、これをね、よいしょ。ここにね、貼っていくという形にしたいと思います。で、この貼った時にペーパーがね、だいたいこの1枚分使うっていう形にしていきたいので、まずここの部分、
もうカットしてあるんですけど、6センチなので、5.5 センチ幅の 19.5 で、角は角丸の S、角丸プロね、これのね、S で落としてあります。で、まずはね、こっちに貼る前にこっちに紙を貼っていきたいと思います。両面テープ取りにくい。よいしょ。これもついてるし。まずだいたいね、真ん中あたりになるように上下も合わせて、まずここね、外したところ一箇所で、ここでちょっと両面テープが途中でね、終わっちゃったんで、よいしょ、あとはここね、両面テープをちょっと取っていきますね。よいしょ。スティックのり使わず両面テープだけで貼っていきます。で、次このこっちにね、ここメールね、実はこれイラストね、つながってます。これをね、だいたいこれが角になるぐらいだから、こんな感じだよね。で、こっちもね、こっちの角にこういう風にね、合わせてこう繋がるような感じでね。ちょっと中に入るかな。上下も合わせなきゃいけないから、こんなもんかな、こんな感じかな。で、こっちはちょっと一旦仮止めして、もう一回ね、位置合わせだけ確認して、大丈夫そうだね。そしたらね、こっちもちょっとこう抜けて、こっちももう両面テープで留めます。スティックのりで留めたファイルもあるんですけど、両面テープの方が早いかなって。スティックのりね、乗ってる間にこの両仮止めが外れちゃうんですよ。それがね、ちょっと面倒くさかったかなと思って、よいしょ。ちなみにこの両面テープ1センチ使ってます。さっきのもね、1センチを使ってます。ちょっとよいしょ、ついてないと一緒ね。あ、取れちゃった、ね。こういう風に取れちゃうんですよね。よいしょ。取れちゃったらどうなるの？ちょっとやっぱ歪んでるよね。この辺かな。もうこの辺は上のね、ちょっともうこれ。マステ変えなきゃいけないかも。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いい感じ。
マステがちょっと粘着がなさすぎるのかも。で、貼り付けて、で、よいしょ。もうちょっとこっちだよね。で、ここを止めていきたいと思います。よいしょ。よいしょ。ちなみに些細な話なんですけど、私このこれとこれをね、どっちを下にするかって決めるときに、差し込む方を方のを下になるようにしてます。そうするとね、ここでこれここで引っかかることがない。こういう風にするとここね、もし縁で物を入れるときに引っかかりがない。こっちで行くと、ここね、引っかかっちゃうんで。っていう基準で貼る順番を決めてます。些細なことですけどね。多分どっちでもいいって言えばどっちでもいいのかもしれないんですけど、ちなみに私はということでね。ちゃんと長さ合ってるよね。合ってるね。自分で、ね、長さ合わせたつもりでもね、たまにね、微妙に合ってない時っていうのもね、あるんでね。これはね、これ別にボンドでもいいと思います。多分ね、他のボンドで合わせたような気がするな。その時の気分で両面テープにしたり、ボンドにしたりしちゃうんでね。なんとも言えないんですけどね。これでね、一応、絵がね、ここ、合ってるなって。このうさぎちゃんの耳はちょっと隠れちゃってるから見えないけど、そうだね。ここもね、ちょっとつぼみがつながっているという。ね、バラつながってるっていう。一応ね。一応です。で、一応、ここまでで、ページ自体にポケットはできたんですけど、あった。どっちがいいかな。ちょっと待ってね。こっちが華やか。それとも、こっちがお好き？ん？こっちが待って。こっちがお好き。まあどっちでもいいか。ちょっと待ってね。これにしよう。これにしよう。ということでね、長さを取ります。ちょうどここの半分だね。ここの半分でいいか。こういうふうにね、切っちゃいます。よいしょ。で、このね、長さに貼ります。よいしょ。じゃあ、裏向けて、1センチで。いいかな。1センチでいいね。しっかり貼って、よいしょ。
もう一回長さだけね確認したらちょっと長いかな。逆でちょっと長さ見せてね。この真ん中ぐらいで切った方がいいんだな。よいしょ。よいしょ。これでどう？これでいい感じ。ということで、貼っていきます。よいしょ。よいしょ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 。こういう感じでね、ちょっとレースをつけてみました。でね、これだけだとちょっと寂しいんでね、もう一個ちょっとレースをつけたいなと思ってまして、どうしようか、こっちの春レースをつけて、いきなり同士でいいね。こっちの春レースもちょっとレース貼っちゃおうかなと。このひし形の真ん中これね、セリアさんで売ってる、なんていう名前だったっけ？レースシール。約80センチ。っていうものです。まあね、これあるから使いますけど、なければ、レースにね、さっきみたいに、両面テープ貼って、貼り付ければいいと思うんで。どうしようかな、端に行こうかな、真ん中、ちょっと真ん中に行こうか。ちょっとウサギさん見えた方が可愛いもんね。じゃあこの辺りで貼っていきたいと。ここも貼りたいの、5ミリ貼っとこうかな。ぴったりくっつけたいんで、ちょっとこの空いてるところの5ミリ貼ってきます。よいしょ。こんな感じでいいかな。ちょっとね、あまりにも偏ってたんで、両面シール足しておきました。で、よいしょ。この辺に貼りたいと思ったから。この辺に貼って、まず5ミリに押さえようか。よいしょ。じゃあ残りね、こっち剥がして、よっと。じゃあこうね、こうスティールポケットの出来上がりです。で続きましてこっち行きたいと思います。さっきのね、こっちのページがね、もうでき作っちゃったから、本当に大失敗。今回はね、これ取れてなくても失敗してももう一冊作れるように予備してあります。予備してあります。で次今度こっちにポケットなんですけど、ここ5センチのポケットにしてるんで、縦6センチの横約15センチで、でここのこれ13センチぴったりじゃないんで。センチで測るよりも、まず片方1センチのマチ取っといて、で、一応15センチで取ったんで、こうやって合わせて、ここの端に来るように印つけて、で、実際に折ってね、合わせて幅調整してます。で、ここ1センチのマチになるようにして、余り切って、で、下もマチに1センチ貼って、こういう風にしてます。で、これをね、ここにこう貼るんですが、
その前にね、まずここのペーパー貼りたいと思います。これもね、これちなみに、こういう風にね、先にサイズ取って、もうカットして、ここに必要な、これ5センチなんで 4.5 だけ切って、で、この残りは上の分取っといて、先にこっちに貼ります。なんだかんだね。最近はね、手短にの。よいしょ、このままかな。ここだね。なんでここだ、ここだよね。で、こういう風にして、で、よいしょ。残り。ここもね、両面テープ1センチ使ってます。よいしょ。ここから取れそうなのに取れない。よいしょ。1センチ使ってます。言ったね、それね。で、両面テープだけで留めます。で、今度は、こっちね、こっちの貼る位置を合わせたいんですけど、これね、ちょっと採寸がね、ミスってて、ちょっと上を多めに開けないと、多分ね、中に入ってくれないと思うんですよね。もうちょいかな。この辺かな。この辺かな。ちょっと上がね、広めになっちゃうんですけど。もうちょいこっちだね。こんな感じかな。かな。そしたら、ちょっと押さえといて。さっきね、ちょっと、マステがゆるゆるになっちゃったんで。新しいマステでね。ちょっと待ってね、動かしちゃったので、左右合わせて、この辺だね。この辺だね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、この辺。と貼っといて、こっちはね、両面テープ入れてないんで、外したら、あ、これちなみに 1.5 で貼ってます。で、これを外したらね、スティックのりで中を塗りたいと思います。よいしょ。よいしょ。で、スティックのり。ああ、ずれるずれる。こっち押さえて。あ、ずれるな。どう押さえてもダメだな。ちょっとくっつきすぎよ。ちょっとくっつきすぎよ。よいしょ。はい、押さえて。戻ろうか。外すと。よいしょ。で、よ。真ん中からね、端。いや、もうちょっと邪魔くさい。これで、よいしょ。
よいしょ。よいしょ、OK。で、次はここね、ここを貼り付けていきたいと思います。これもね、入れる方を先にこうやって倒して、貼っていくと下にしてくんで、外して、で、こうですよね。で、こっちも、下になる方を、で、こっちを下にして、で、あとこれね。よいしょ。全部外して、で、ないね、画面ね。よいしょ、外の角からね、合わせて、下合わせて、こういう風に貼ると、こうね、絵がつながって見えるよーんっていう。よいしょ。で、こういうね、ポケットとなります。で、ここに帯したいって言ってたんですけど、帯をね、実はもう作ってありまして、これもね、これね、余りの限りで作ったんで、センチきっちり測ってないです。で、見たらね、2.67 ぐらいあります。はじめ3センチぐらいあるのかなと思って使ったんですけど、なかったです。なんで、これもね、片方1センチ折って、こっちの端に合わせて、で、長さを見てね、OK と思うところで。ていくんですけど、でこれはあのこれのね切った時の余りとかを利用してちょっと幅が揃うんでね、で幅だけ揃えて高さをね帯なんであんまり上下隙間空けないように、2ミリずつぐらいかなの感じで作りました。この辺はね好みだと思います。あのこの絵の横になんていうのかぶせちゃうんでね、あんまりそんな細かく気にすることはないと思います。で左右だけかな、一応気にして。ちょっと左開いちゃったかな。もうちょっと左をした方がよかった。まあいいね、このぐらい。いや、もうちょっと全部。もうちょっと寄せて。よいしょ。ちょっともう押さえちゃったから。お、取れた取れた。ちょっと、もうちょっと狭くして合わせよう。よいしょ。こうしてやっと。くっつかないようにしてね。合わせた方が。こんな感じ。かなっていうところで、もう押さえちゃいます。はい、でも押さえたら、あとはね、よいしょ、よいしょ、よいしょ、こんなところにね、合わせて、あとはこれも両面テープばっかりなんで、外して、いけば、これちなみに5ミリ貼ってます。5ミリでね、外していけば、くっつけれます。で、こういう向きで、つけるんですけども、どこにし、ここだとな、うさちゃんの目隠しちゃうから、この辺にしちゃおっか。っていうね、すごーい、安易な考えでつけます。そうそう、下の柄とかのね、兼ね合いで。これ、こっちだけ取って、とりあえず、この辺の位置でいいかなっていうところら辺で、まあ、それで手にくっついちゃうと、よいしょ、よいしょ、手にくっついちゃうと、じゃあ、この辺ですよね。この辺で、こっちが、感じかな。よいしょ。っていう感じでつけて、で、こっちもね、残りは外して、よいしょ。
そしたらもう引っ張ってつけるだけですね。で、ここにね、ちょっと飾りをつけたくて、さっきちょっと作ってたんですけど、リボンをね、ちょっとつけようかなと。多分長さ合ってると思うんですけどね。ムサちゃんの目隠すのやつ、この辺にしようかな。リボンをね、よいしょ。こんな感じでいいかな。よいしょ。で、肩も外して引っ張って貼った方が早いかな。よいしょ、こんな感じで。で、上もね、ここにも。ここはもうね、位置、真ん中って決めてるんで、もう真ん中にズバッと貼ります。真ん中、よいしょ。で、真ん中、よいしょ。こんな感じですね。で、あとはこれね、この同じリボンで作った手作りリボンを、この両面テープでね、ほぼ真ん中だろうところに、この辺は目安でいいと思います、つけます。はい、これで山田出来上がりとは言えないんですけど、こっちだけちょっとめっちゃここね、この溝、ここつけちゃうとここに引っかかりそうなんで、こっちだけ溝作ります。さっきね、溝のこと言うの忘れてたなーって今思いついたんです。ほとんどこんな感覚でね、作ってるんで、ちょっと待って。サークルパンチをね、よく考えたら作る前にやった方が良かったんですけどね。よいしょ。これを、よいしょ。持ち上げて、サークルパンチで大体、真ん中あたりかなと思ったら、このままね、一気に、よいしょ、バチンと開けちゃいます。ゴミが。まあ、全部ね、ポケットをこう作ってくれたんで、こっちはね、こうやって見てもらったから、このね、こっからなんで、ここ引っかかっちゃうんでね、やめときます。これはまたね、こっちのページ作ったら貫通でパシンと開けます。ということで、ここまでの、ページ作り終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。